こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ナスカの地上絵という不思議な絵を見たことがあるか？うん、テレビで見たことがあるよ。ペルー共和国の世界遺産でもあり、未だに多くの謎を残している絵になるんだぜ。紀元前にある国が何種類も描かれたものになり、描かれた理由や手法などは未だに解明されていないんだ。今回はそんなナスカの地上絵について、徐々に解明されている有力な情報をまとめて紹介していくぜ。おお、いいね。この動画を見るとナスカの地上絵について知ることができるから、最後まで見てくれよな。詳しく教えてー。じゃあマリサ、解説お願いします。それではゆっくりしていってねー。ナスカの地上絵ってそもそも何？ナスカの地上絵とは、ペルーの国を代表する不思議な絶景とも呼ばれているんだ。約30種類もの具体的な絵柄をはじめ、今でも謎の深まる不思議な種類の絵が300種類も残されているんだぜ。そして、20世紀に発見されて以降、多くの研究者たちが謎の解明に努めペルー共和国に通っているが、未だに多くの謎を残している不思議な絵だ。へぇ、また、ペルー共和国の乾燥地帯に描かれていて、不思議とナスカの地上絵の周辺の小石は全て取り除かれているんだぜ。そして、ナスカの地上絵は地上からはその絵の全てを確認することができず、飛行機に乗って上空から絵の全貌を見ることができるんだ。そんなに有名な絵なら、世界文化遺産に登録されているのかな？ナスカの地上絵は1994年に世界文化遺産に登録されている。そして、世界各国から観光客が見物に訪れてくるんだ。このように、世界遺産に登録されていること、新たな絵が続々発見されること、謎だらけなことなどが相まって、全人類の興味を引きつけてやまないのだろう。また、ペルー共和国はナスカの地上絵を保存するため、周辺を立ち入り禁止地区にしているんだぜ。ペルーのどの辺にあるの？ペルーのアンデス山脈と太平洋に囲まれた帯状の海岸地域にあるぜ。あら、この海岸地域は年間を通してほとんど雨が降らず、世界有数の砂漠地帯として知られているよね。そうなんだぜ。さらに詳しく見ていくと、その海岸地域を流れるグランデ川の支流である、ナスカ川とエンヘニオ川という二つの川に囲まれた砂漠平原地帯に地上絵が散在しているんだ。砂漠平原地帯のことはパンパと呼ばれていて、地元の民族の言葉ケチュア語で平原という意味を表しているんだぜ。ナスカの地上絵はいつ描かれたの？今から1000年から2000年以上前のナスカ文明の時代に、この地に住む民族によって描かれたと考えられているんだ。ナスカの地上絵が描かれた年代は大体特定できていて、地上絵を形作る地面や石に含まれるナスカ土器のかけらによって予測されたんだぜ。ナスカ土器って何？ナスカ土器とは、ナスカ文明の栄えていた時代に制作された土器で、種類は以下の4種類に大まかに分けられているぜ。原ナスカ土器、ナスカ前期土器、ナスカ中期土器、ナスカ後期土器、どのように年代を予測するかというと、例えば、動植物などの絵にはナスカ前期の土器が多く出土するため、紀元0年から500年ほどにかけて描かれたと考えられているんだぜ。同様に推測すると、渦巻きや三角、台形などの図形の絵柄は紀元400年から700年にかけて、線の絵柄は紀元600年から1000年にかけて描かれたと予想されるんだ。なるほど。そして、ナスカ土器に描かれている絵柄と地上絵の絵柄が一致していることから、ナスカ土器を作った人種と地上絵を描いた人種が一致しているのではないかと推定されているぜ。そうなの？地上絵が存在する砂漠平原には、土器を作成していたと見られる痕跡や集落の跡が発掘されているんだ。また、地上絵が描かれるよりも前の時代には、山の斜面に岩絵と呼ばれるものが彫られている痕跡もあって、この岩絵が地上絵の始まりとなったのではないかと考えられているんだ。古代ナスカ人は地表の酸化した砂利を取り除いて、その下の明るい粘土質の土を露出させるという方法で1000点以上もの地上絵を描いたんだ。すごいね。以前は、ナスカの地上絵を描くために、気球などに乗って上空から手助けを行う必要があると思われていたそうだぜ。しかし、ウィニペグ大学の考古学者であり、地理学の専門家でもあるドクター、パーシス・B・クラークソンは、難しい技術はいりません。必要なのは石ですと言っているんだ。そして現在、ナスカの地上絵の描き方には二つの有力な説があるんだぜ。その一つが種まき応用法だ。種まき応用法？種まき応用法とは、複数の人たちが横並びになって、歩幅を合わせながら前進していき、歩幅によって距離を測定しながら均等に絵を描くというものだ。しかし、この方法では50メートル以上の地上絵を描くのは難しいんだ。そこで、もう一つの有力な説が登場するぜ。それが拡大法だ。まずは地上絵のモデルとなる原画を描いて、それを元にさらに大きな絵を描くんだ。ほほう。そして、モデルの絵には視点となる希望を打ち込み、
拡大したい長さの紐と絵を描くためのもう一つの希望を取り付ければ、原画と全く同じ線を描くことが可能になるんだぜ。この方法なら小学生でもナスカの地上絵を描けるとのことだ。ほんとかなぁ。ただし、拡大法は紐をまっすぐ張った状態でなければ描写できないため、200メートル以上の地上絵を描くのは難しく、200メートルを超える地上絵の詳しい描き方はわかっていないんだぜ。また、実際の地上絵は線が曲がっていたり、正確な弧を描けていなかったり、崖に到達したために折り返しただけであったりと行き当たりばったりな描き方の絵柄が多いため、これらの仮説も疑問視されるようになってしまったんだ。ねえマリサ、一体いつ、誰がナスカの地上絵を発見したの？初めてナスカの地上絵を発見したのは、アメリカ人の考古学者、ポール・コソック博士だ。1939年6月22日、ナスカ川とインヘニオ川の間にあるナスカ台地を、飛行機で飛んで発見したんだ。びっくりしただろうね。その後、博士の助手であったドイツ人女性のマリア・ライヘ氏が、終生この地に住み着いて、ナスカの地上絵の研究を受け継いだんだぜ。現在では2012年、日本の山形大学が現地にナスカ研究所を設立。世界で唯一、現地の立ち入り調査を認められている研究チームとして、ナスカの地上絵の調査を続けているぜ。あら、これは同じ日本人として嬉しいね。実は、山形大学調査チームによって、ナスカの地上絵が新たに発見されているんだぜ。すごいじゃん。ナスカ台地を撮影した人工衛星画像を、山形大学調査チームが精査してみたところ、新しい地上絵が確認されたんだ。後ろ足があることから、動物を描いた地上絵と推定されているぜ。また、ナスカ台地の地上調査によって、人間の頭部の地上絵も発見されているんだ。さらに2015年には、ナスカ市街地近郊で発見した24頭の動物の地上絵を発表しているぜ。まだまだ今後も、数多くの地上絵の発見が期待できそうだね。2018年5月29日に入ってきたニュースによると、南米ペルーのナスカの地上絵の近くで考古学者らがドローンによる調査を行ったんだ。すると、地上絵が新たに25個以上も見つかったんだぜ。猿や女性の踊り子などが書かれていて、ネットでも可愛すぎると話題になっているんだぜ。そうなると本当に何のために書かれたのか気になるねー。場所は、地上絵が発見されたナスカ台地から、北に20キロ離れた町パルパのようだ。ナスカ文化の数百年前に栄えたパラカス文化のものと見られているぜ。ドローンなら気軽に調査ができるから、まだまだ新しい地上絵の発見がありそうだよな。ナスカの地上絵は、どうして描かれたのかな？ナスカの地上絵が描かれた理由として最も有力と考えられていたのが天文学諸説だぜ。1939年にナスカの地上絵を発見して、1941年から本格的に研究に乗り出したアメリカ人のポール・コソックが、地上絵の線の一つが当時の日の太陽が沈む方向を示していることを発見したんだ。わお。また、2000年前砂漠の大地に暮らしていた人たちは、生きていくために、食べなければいけないよな。食材を生み出すために農作をしていたわけだが、一年中ほとんど雨が降らないナスカ地帯でアンデス山脈から流れてくる川の水だけが頼りだったんだ。そして、ナスカの地上絵は海岸から約 50km 離れたアンデス山脈の麓に描かれているんだ。しかも、インヘニオ川とナスカ川という二つの川の間に、アンデス山脈では雨季の半年間たくさんの雨が降り、ナスカに流れる川の水量も増す。ただし、アンデス山脈が乾季の半年間はナスカに流れる川の水はカラカラなんだぜ。ふむふむ。そして、フラミンゴという300メートルの巨大な地上絵は、太陽の沈む方向から判断すると冬至を表しているんだ。夏と冬の入れ替わりは、アンデス山脈の雨季、乾季の大事な境目ともなるんだぜ。古代ナスカの人々が乾燥地帯で暮らすためには、地上に雨の降る時期を正確に予想しなければ農業が営めないため、地上に線を引いて、春分、夏至、秋分、冬至など、季節の移り変わりを明確にできるようにしたのではないかと予測されたんだ。なるほどね。この仮説を裏付ける働きをしたのがドイツの伝説の研究者、マリア・ライエだぜ。さっき出てきた人？そうだ。マリア・ライエは1941年からナスカの地上絵を研究し始め、1950年からはパンパに実際に居住して研究を進めた女性だぜ。また、38歳から95歳に至るまで57年間にわたって地上絵の研究に精を出したんだぜ。ふむふむ。そして、彼女も天文学諸説を支持し、線だけでなく、動植物の絵も天文学的な意味が含まれていると結論付けたんだ。例えば、雲の絵柄はオリオン座とぴったり重なる、猿の絵柄も星の配置と同じになるなど、天文学とつながる研究成果を発表したんだ。このように有力な仮説が次々に発表されたことから、ナスカの地上絵は天文学と関係があるという天文学諸説が世界中に広まっていったんだ。
天文学諸説と並んで有力視されているのが宗教的な儀式や祭りなどの際に使用するという、道広場説だぜ。この仮説を提唱したのはペルーの歴史学者ハンス・ホルクハイマーで、1945年に調査を行った結果、動植物の絵は祭りで踊る際に行進する道、図形は人々が集まる広場、線は先祖のつながりを示す系統図だと結論付けたんだ。おお、また、1980年にはフォン・ブロイニッチというドイツの研究者が道広場説を支持し、渦巻きなどの図形や線は行進用の道、あるいは競技用のラインであると提唱したんだぜ。さらに、インカ帝国が栄えていた時代に道路として利用されていた。インカ道とナスカの地上絵の作り方が似ていることから、やはり、道の一種として捉えられ、聖地へ向かう巡礼の道や、豊作を祈るための行進の際に用いる道ではないかという説も上がっていったんだ。そうか、図形の地上絵の中には石が積まれた形跡があったり、土器や織物などが捧げられていた痕跡が残っていたりすることからも、何らかの儀式の際に使われたのではないかという説が有力視されるようになったんだぜ。ハチドリやコンドル、猿の地上絵はおよそ100メートル、フラミンゴは300メートルもあるんだぜ。でも、いきなり大地に絵を描くにしても何かモデルになるものがないと難しいよね。何を元にして描く形や場所を決めていったのかな。では、電気も街灯もない2000年前の夜空を想像してみてくれ。太陽が太平洋に沈むと、優しい光の月が顔を出して周りには満天の落ちてきそうな星屑。つまり、星の光だけが輝き、人々が日中の暑い中に作物を育て、そのほてった体を癒してくれたんじゃないかな。星の強く輝く光を見つけて星座を作っていったのかもしれないね。また、猿の形に見える。雲の形に見える。ただ、星座の位置が少しずつ変わってくるんだ。そのことに気づいたナスカの人々が大体12月に見えるのはこの星座。同じ星座の絵を地面に描いて季節や月を知るために知るそうではないか、と書かれていった説があるんだぜ。そして、マリア・ライエは星座によって作られるナスカカレンダーを作り上げたんだ。また星座関連で言うと天の川の星座と関係性が深いのでは、と踏み込んで考える学者もいるぜ。ナスカは地球上で有数の乾燥地帯だから、雨乞いのために書かれたという説もある。地上絵の中に雲を描いたものがあって、雲は雨を象徴するものだったと言われているんだ。また、古代ナスカ人が雨乞いの儀式に使っていた、貝殻が地上絵周辺で多数発見されているんだぜ。へぇ、あと、ナスカの地上絵には水源を確保するといった実用的な機能はないから、古代の人たちが宗教的な意味合いで地上絵を描いた可能性はありそうだよな。ただし、この説だと雨とは関係のない植物や動物などの地上絵をなぜ描いたのか、という謎は残るぜ。むむ、次は地上絵の線が地下の水脈を示しているという説だ。乾燥地帯であるナスカでは水が貴重で、地下水脈のありかは情報として大事だよな。そこでこの説では、地下の断層線から湧き出てくる水の場所を地上絵が示しているとしたんだ。1996年に探検家のデビッド・ジョンソンが唱えたことで知られているぜ。ふむふむ、ジョンソンによれば、三角形や台形の地上絵は地下水が溜まっている耐水層を示していて、ジグザグの地上絵はここに水はないことを示すのだというんだ。しかし、この説を裏付ける証拠は見つかっていないんだぜ。また、山形大学の阿古島勲名誉教授によれば、そもそも地下水脈のありかは、ナスカ台地に点在する低い木の分布を見れば、十分にわかるそうだ。つまりそうなると、わざわざ地上絵を作る必要がなかったことになってしまうよね。次は社会事業説だ。ジム・ウッドマンとジュリアン・ノットは、1975年に熱気球を作って空から眺めていたのではという仮説を立てたんだ。また、実際にコンドル1という熱気球を作ったんだぜ。材料はすべて2000年前でも手に入ったであろうと思われるものを使用したんだ。紀元前から工技術であった織物文化から見ると熱風にも十分耐える布を作ることが可能だと判断し、数分間の飛行を楽しんだそうだぜ。そして、実際に地上絵を観察できたということだ。もしも、2000年前熱気球を実際に作って飛ばし、上空から見ていたのだとしたら、気球に乗れるのは当時の王様レベルの人ではなかっただろうか。王様レベル？しかし、王様を喜ばすために人々は暑い中、必死に巨大な絵を作り上げていったのかもしれない。そうなるとなんだか作らされていた感があってかわいそうな気もするね。スイスの古代文明研究家のエイリッキ・フォン・デニケンは、1968年に出版した未来の記憶という書籍の中で、ナスカの地上絵は宇宙人が作った宇宙船の滑走路だという説を提唱した。ナスカの人々は宇宙からの使者のことを神と崇めていて、いつしか宇宙人がまた戻ってくるのではないかと期待しつつ、新たな地上絵を増設していったのではないかという仮説を立てたんだ。ふむふむ、
そして、動植物の絵は神への供物として考え、空からでも見えるように大きく描いたのではないかと結論付けたんだぜ。この宇宙人説により、有名な巨人の地上絵は、実は宇宙人を表しているのではないかという意見まで出てくるようになったんだ。宇宙人、また、この宇宙人説から派生して、空から地上絵を眺めるという説を気球説に置き換えたのがアメリカの冒険家のウッドマンだぜ。また、古代ナスカの人々は気球を作る文化があり、飛行するときに楽しめるようにと地上絵を無数に描いたのではないか。気球の居場所を特定できるように目印として描いたのではないかとの予測を立てたんだ。なるほど。しかし、歴史上、初めて気球が発明されたのはモンゴルフィエ兄弟が1783年に挙げた熱気球であるとされているため、それよりも1000年以上も前のナスカ時代に気球が上がっていたことは容易には考えられないんだぜ。地上絵を見ると、鳥の絵がとても多いよね。そうなんだぜ。ハチドリ、コンドル、フラミンゴ、オウム、ハトなど、ハチドリも2匹描かれているぜ。そして、上空から出ないと見えない絵の数々。ということは上空を飛んでいる鳥が見えるようにメッセージを送っていたのではないだろうか。どうして鳥にメッセージを送るの？紀元前から天空の神は鳥であると思われていたんだ。確かに鳥には羽があり空を飛べる。人間にはできないことをしているよな。だから、2000年前の人々は鳥が大空を飛んでいるのを見て、わあ、すごい神様だと拝んでいたのだろう。そっか。また、ミイラを包んでいる織物のデザインに鳥が人間の首を持って運んでいる図柄があるんだが、人が死んだら鳥の神様がどこか違う世界に運んで行っていってくれると思われていたことになるよな。巡礼に関する役割説ってのもあったみたいだね。そうなんだぜ。古代の人々はナスカの地上絵を歩いて渡り、聖なる場所に向かったという説だ。もしかしたら、巡礼地に向かうための目印としてや、途中で儀式を行うポイントとして地上絵が機能していたのかもしれないな。へえ、この説もありえそうだよね。でも、ナスカの地上絵は謎が多すぎるから作り話じゃないの？実は作り話なのではないかという説もあるんだぜ。古代ナスカ文明の時代から存在していたものもあるが、その後に立て続けに発見された絵柄は現代に生きている人々が人知れず描いているのではないか。本当にナスカ時代に描かれたものはほんの少数なのではないかとも言われたんだ。あらら、実際に新種の地上絵が発見されるたびに、実は作り物なのではないか。フェイクニュースなのではないかと様々な疑念が飛び交っているんだぜ。しかし、現在は最新の技術を駆使して研究が進められているため、その包囲網をくぐり抜けて最新作を描くというのは至難の技だと思われるぜ。なるほど。実際のところは調査や研究が進んでみないとわからないということだね。天文学諸説が初期の頃は最有力ではないかと言われていたナスカの地上絵だが、1968年にジェラルド・ホーキンスという天文学者が、ナスカの地上絵は基本的に天体とは関係ないとの結果を発表したんだぜ。そうなの？そうだぜ。ジェラルド・ホーキンス自身、イギリスの世界遺産ストーンヘンジが古代の天体観測所であったということを発表して、世界中に衝撃を与えたことがあるほどの天文学の権威なんだ。そんな彼がナスカの地上絵を調べ、当時最高レベルのコンピューターを駆使して計算したところ、ほとんどの図形や線が天体と関係ないことがわかったんだぜ。地上絵は無数にあるため、そのうちのほんの少数が天体の動きと偶然に当てはまっただけで、その他の多くは全く関係ないと結論付けたんだ。そのため、ナスカの地上絵は再び迷宮入りとなってしまったんだぜ。振り出しに戻る。まあ、当時は文字がなかったから、調査も難しいんじゃないのかな？そうなんだぜ。天文学諸説の次に有力視されていた道広場説も、多くの調査結果が挙げられたが、結局はそれを裏付ける証拠がほとんどなかったために、結論付けることができなかったんだ。そして、南米で栄えていたインカ帝国や古代アンデス文明は文字を持たない民族だったから、ナスカの地上絵に関する文書が全く残っていないんだぜ。そのため、いくら有力な推測をしたとしても、正解がわからないから、すべて机上の空論で終わってしまったんだ。古いもので2000年以上も前に書かれているのに、ナスカの地上絵は、なぜ消えないで今も残っているの？その理由の一つは、気候だぜ。この地帯は1万年以上にわたって年間雨量がわずか5ミリという、雨がほとんど降らない乾燥地帯にあるんだ。雨風の影響をほとんど受けないから、現在もナスカの地上絵が残されているわけなんだぜ。なるほど。ずっと残っていてほしいね。また、山形大学のナスカ研究所の調査によって、消えにくい場所を選択して地上絵を描いていることもわかったんだ。これは人工衛星画像及び地形図等の分析により判明したそうだぜ。そして、古代インカ人が、どのようにして消えにくい場所を選別したのか、それも不思議だよな。
長年の経験則なのか、あるいは独自の調査法を確立していたのかな。しかし、ナスカの地上絵の保存について現在、新たな問題が生まれているんだぜ。どんな問題？それは、道路の建設による地上への寸断、車の走行による砂ぼこり、ハイウェイを出て近道を抜けて走るトラック、4WD 車の無謀な走行、車からポイ捨てされるゴミなどによって、地上への破壊が懸念されているんだ。自然作用による風化なら仕方ないと思えるけど、人間による破壊なんて嫌だ。また、ナスカの地上絵は、1994年に世界遺産に登録されているが、人類の偉大な遺産として、今後も1000年、2000年と末永く保存していきたいものだよな。今回はナスカの地上絵について紹介したぜ。ナスカの地上絵は世界遺産に登録されていて、世界中の関心を集める文化遺産でありながら、その歴史的背景については現在でも謎が深まるばかりとなっているんだよね。これまでに数多くの研究者が解明を試みたが、当時の記録文書など確実な証拠となるものが見つかっていないため、真実はつかめていないんだ。その一方で、新たな地上絵を発見する技術は日に日に進化していくぜ。これからも続々と見つかっていくことが期待されるわね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。